はい。おはようございます。ファサーメンタルの院長マッサです。えっとですね、ちょっとあの雰囲気変えて動画撮ってます。はい。えっ、ー、と、じゃあ、えー、お手紙を読もうかなと思いますあの。ヨーロッパと日本の違いのやつですね。はい。えー、こんにちはと。日本とヨーロッパのボランティアの違いについて動画を拝見したので連絡しましたと。と私はイギリスに3年くらい住んでいたことがあります。 私はロンドンに住んでいたのですが、あちらでもボランティアはある程度エネルギーや時間がある人がしていると感じましたが、チャリティという精神はとてもよく根付いていると思いました。日本でのチャリティのイメージとはかなり違うと思います。日常生活の中にチャリティという精神が根付いていて、それは行う側に負担が極めて少なく逆に精神的にポジティブな働きをしていると感じました。 しかし、チャリティをして、をする人に何か特別な称号が与えられるかとか、やってる人が良くて、やってない人は良くないとかいうものではないようです。なんとなくイメージを理解していただけそうな記事があったので、えー、URL を記載します。チャリティというのは、ただお金を渡すとか、それをした人に何か特典が溜まっていくようなものではないようです。 日本にもこのイギリスのチャリティーみたいな仕組みや精神がうまく取り入れられるといいのになと思います。ボランティアは結構エネルギーが必要ですし、有償無償とかいろいろ難しいと思います。イギリスでいろんな人と出会いました。オックスフォードやケンブリッジを卒業してエリートとして働いている人たち、生活保護で暮らしている人たち、労働者階級の人たち、いろいろでした。 私が日本との違いとして感じていたことは、有名な大学で教育を受けた人たちがあまりストイックに目の前の利益や効率を重視する感じがしませんでした。そういう教育を学校とか家庭とかで受けているようにも感じました。イギリスはあまり宗教に縛られていないようで、そういうところは日本に少し似ているのかなと思います。一方、イタリアなどはカトリックが強いので、同じヨーロッパでもカ 家族とか結婚に対する意識はかなり違うと思います。イタリアでは離婚にも様々なプロセスを経る必要があり、時間がかかると聞きました。ですが、イギリスのチャリティーとかボランティアの精神は、やはりキリスト教から来るものなんだろうなとは思います。他には、イギリスは福祉が充実しているので、シングルマザーがとても多くて、すごく若い人がベビーカーをして歩く姿が目立ちました。シングルマザーだと、公営住宅に 格安でででむことができるるそそううのの他の福祉も充実しているようですただ、パートナーが頻繁に変わることで子供が被害に遭うことも多いようです。また、男性の若いホームレスも多いです。それについてはいろいろな背景があると思います。中にはプロのホームレスも混じってますが、いわゆる職業としてホームレスをしていると。他には結婚するのが怖い男性というのもイギリス人男性あるらだと現地の友人から聞きました。 仕事もしていて普通の感じなんだけれどいろいろな背景により家庭を持つことに極端に消極的だったり嫌悪感がある人たちです。なるほどねこれらはあくまで外国人としてえロンドンに、えー、滞在してイギリス人の家庭などと接した中で私の経験に基づく感想ですイギリスに住んだ経験でイギリスには比較的少しアレンジしたら日本に取り入れられる自助の仕組みがあると感じます 今あるかどうかわからないけれどもクリスマスに一緒に過ごす家族ご家庭を行政か NPO を通じて紹介してもらい、えー、そ,のとその後時々その家庭を訪れクリスマスを一緒に過ごすというようなシステムもあると記事で数年前に読みましたクリスマスとはイギリスでは日本でいう正月は家族と過ごすというものです、えー、私は決して イギリスとかロンドンの全てを称賛しているわけではなく問題も多いようだし問題を抱えている人も多いようですからあちらが上とか下とかというのではなく日本にも取り,れれ取り入れられるといいのではないかという文化やシステムがありそうだということを共有したいと思いました現在日本で普及している欧米文化と全く知られてないものがあると思います個人的に多くの日本人がなんとなく持っている外国のイメージはアメリカの文化なんだろうなと感じています ですがあまり知られていないかもしれないけれど日本にも取り入れられるといいなと思う欧米文化は他にもいろいろあるのではないかと思いその一つの例としてイギリスのシャリティーやその精神について私なりの視点を共有させていただこうと思いご連絡いたしました日本もさまざまな閉塞感や家庭の問題将来の不安が悩んでいる方々は少なからずいらっしゃると思いもし参考になる部分があればいいなと思いますという、えー、お手紙をいただきました そうですね。<laughs> なんかあのそうですねうんえっ、ー、とポリポリとか、ね、まああのうんなんでしょうねえっ、ー、と うん、なんかパッと出てこないですけども、お手紙ありがとうございました。やっぱり、あの、海外のことはあんまり知らないのでね、あの、個人的な意見だと思いますけど、生の声を聞けると、大変た参考になるなと思います。で、あの、またコメント欄にですね、いろいろイギリスの様子とかを書いていただいたりとか、こういうのを日本でやったらどうかというアドバイスいただけると、えー、大変参考になるので、えー、お願いしたいなと思います。 えー、ちょっと今日はこんな感じで、<laughs> ゆるりと動画撮りましたので、えー、またね、明日からはいつもの動画になると思いますけど、今日はお手紙を読ませていただきました。はいでは以上でこの動画あります。もしこの動画見てよいと思ってくれた方はグッドボタン、チャンネル登録、あとェアの方よろしくお願いします。ではまた。